皆さんこんにちは。本日はこちらのビクトワール南型ご紹介していきます。では見ていきましょう。まず玄関です。こちら玄関横、室内洗濯機置き場です。こちらシューズボックスですね。では進みまして、まず右手側、こちらと洗面所ですね。こちらとシャンプードレッサーです。こちら浴室です。廊下戻りまして、今度はこちら左手側、こちらがお手洗いです。ではお部屋入ります。こちらキッチンです。こちらキッチン横、クローゼットになっています。お部屋手前、こちらはインターホンがついています。こちら洋室部分です。こちらのお部屋、エアコン付きです。こちらバルコニーです。こちらが3階からの眺めになります。こちらで以上、ビクトワール南型ご紹介させていただきました。気になる点、確認事項などありましたら、下記概要欄からご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。